本日は変態文学大学生の鬼さんをゲストにお迎えしました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ちょっと簡単にと言ったらおかしいですけど、自己紹介の方お願いします。北海道大学休学中で変態な文学を読んで学んだことを実践する派っていうことで、はい、いつも実践するためにいっぱい本を読んで人生を刺激的にしながらそれをツイッターで発信している大学生です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まず最初にその変態文学の目覚めたきっかけ、出会いのきっかけについて聞いてもいいですか。もともと本好きっていうのと文学好きっていうのがなんか独立してあって、まあ本好きは読み聞かせ、ちっちゃい頃子どもの頃の読み聞かせから始まってて、変態はまあ小2ぐらいに同級生の女の子と変なおじさんごっこみたいな、なるほど、公園で変なおじさんに捕まって局部を舐められるっていう遊びをしてて、そこら辺からまあちょっと様子がおかしくなった感じですね。で目覚めて高校生ぐらいの時にその変態と文学が出会って、なんかまあ谷崎とか教科書に載ってるじゃないですか、谷崎潤一郎、はいはいはい、載ってるのをなんか深掘りしてったら、そら変態じゃんと思って確かに、そう、そこからなんか変態性と文学一緒になった感じです。うん、なるほど。私はなんか短編小説から変態文学に入ったんですよ。ほう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 。短編をなんかやっぱ深めていくと変態になっちゃうから、ちょっと僕使い分けがよく分かってないんですけど、短編小説っていうのはどういった感じの、美しさに身を任せる小説ね。ほうほうほう。だから結局だから美しさに身を任せていくと女体美とか腕だけの美、フェティシズムとかになっていて、変態になんか言ってしまうことがあるというか。なるほど。いやちょっとあまり知らない世界だなとか言いたいところなんですけれども、確かになんか自分も中学生とか高校生の時になんかあのロリータ、あのラボコフのロリータとか、なんかこれ多分知らない人がほとんどだと思うんですけど、なんかポーレーヌ・レアージュの王女の物語とか読んでた記憶があって、はい、あれもしかしてこの人そういう感じの本を読む人なのかなみたいなことを、ね、僕が読んでるとなちょっとやばいですけど、レアージュを読んでるのはやばいですねちょっとめっちゃ変態です。いや現役女子大学生が推す変態文学ってどんなのかなって興味があったので、はい、あのまあ、じゃあ早速推しの3選をちょっと、まず1個目が沈黙とか書いた人なんですけど、遠藤周作っていう、はいはいはい、遠藤周作の月光のドミナっていうやつがあって、まあ、ちょっとマイナーかもしれないんですけど、うん、まあ、名前綺麗だけど短編で、遠藤周作っていう人はマゾヒストなんですよ、ものすごい。そのマゾヒストの遠藤周作がマゾヒストとは何なのか、はいはいはい、どういう感情を抱くのかっていうのをなんか、まあ、物語の中で解いていってる感じの本で有名じゃないんですけど、なんか苦痛か凌辱かで聞かれると、はい、凌辱が欲しいんですみたいなセリフがあって、普通なんかバシンバシンって叩かれてマズヒストなんか痛いのが好きなんでしょって感じだけど、そうじゃなくて精神性だよみたいな、痛みっていうよりはその凌辱されてるその精神とかが貶められてる状態が好きだよみたいなことを深くまで語ってる、文豪が書いたマゾヒスト指南書みたいな。へえ、ね、遠藤周作ってあれ海と毒薬ってそうです、ですよね、普通の、はい、普通の文豪っていう言い方もおかしいですけどキリスト教っぽいのが多いんです、うん、そういうのもそういうのも、うん、はい、書かれてるんです。なんか意外ですね。やばいやつそれは2つ目は、まあ、結構有名なサディズムの語源になったマルキド・サドっていう人の悪徳の栄です、はいはい、わ、名前だけ聞いてちょっと読もうと思って挫折しちゃった系の本です。悪名高い本で、まあ、とにかく凌辱って感じなんですけど、物語の主人公はずっとその凌辱する側の方、ほうほうほう、まあ、サドですがいて、まあ、女の人がサディストのやばいお金持ちの男の人に出会って自分もサディズムの道をこう進んでいく話なんですけど、妙にその人たちのサディズムを行う上で その思想の部分が強いんですよ、ね、悪っていうのは実は自然界では普通のことだよみたいな、むしろなんか善の方がおかしいっていうか、おかしいまでいかない、善だってそれをいいことしたいっていうエゴイズムでしょみたいなことを説いてて、だからまあ悪の道を突き進んで、まあダメなことも書いてあるけど、わあかっこいいなー、通ってるわーっていう風になって、まあ、自分的にはバイブルですね佐渡の悪徳の境をバイブルって言ってるのは許されない、中二病だけだと思ったら、まさか大学生にも言いました。なるほど。でも本当に読めば読むほどちゃんと一本通ってるってなります。ちょっとリベンジしてみようかな。
最後はちょっとこれは多分知ってる人がいない感じなんですけど、ほうほう、取り出し物のこれ今持ってる背徳の聖女、背徳の聖女っていうのがで、まあ他は私もよくわかんないリーラセフタリクトで、ほうほうほう、これは富士見四万文庫っていう今もう絶版になってるこの文庫シリーズで第1回富士見四万文庫フェア隠すものなど初めから何もありはしないごついごついとか、まあなんかあれさ、なんかキャッチコピーみたいなやつがホットなフィーリングを乗せて世界のポルノグラフィーがやってくる結構昔に海外のポルノグラフィー、うん、観音小説とか性愛小説を集めて一気に翻訳したシリーズで、その中の背徳の聖女っていうのはめちゃくちゃ良くて、自分のこうなんていうんだろう、欲望に忠実に生きるみたいな感じで、能動的に好きなこの男だって決めた人とか、この、まあ、女でもいいんですけど、この女だって決めた人とゴリゴリエッチしていくんですけど、うん、その中で、まあ、何かを探してるんですよ、人間だから何かを探してて、そう探しながらこう自分の何かを見つけるために、大学生のサセコとかじゃなくて自分で選んだ人と自分のためにエッチをして、その中で自分の、うん、生きる楽しみとか何かを探してる強い女の話で、なるほど、はい、私表紙も金子国芳先生の絵が結構古めの本ですよね。これは古いと思います遠藤周作と佐渡はまあ文豪好きから入ってでまあ出会うとは思うんですけど、はい、この本に出会ったのってどうやって出会ったんだろうみたいな。これは何でかな、古本屋さん巡り大好きでうろうろしてて、うん、ただ多分東京の上石谷にもあるコショドリスさんかな、コショドリスさんで、まあ、なんかいつも山積みになってるんですよ、うん、このロマン文庫がなんだなんだって言って、めっちゃ裸の女の人が表紙だしと思って手に取ったのが多分始まり。なるほど。で全然エロいだけじゃなくて、やっぱり、うん、生きる意味とかかっこいい生き方をしてる女の人が多くていいですね。なるほど。結構その3作ともなんですかね、思想が強いというか、なんか変態小説って聞くと、あなんか観音小説なのかなみたいな、まあ、うん、ポルノ系のそういう描写の小説なのかなみたいな、うん、イメージがあると思うんですけど、ごつめの、はい、あの硬派な変態小説というところで、そうです、なるほど、結構ごついものがお好みなんですね。そうですね、うん、まあ、なんか新しいものはあんま読まなくて昔の文豪時代とかのやつが好きで、うん、そういうの好きなんで、遠藤周作の月光のドミナは初心者向けです。あ、そうなんですね。はい、なんか、うん、特にそう激しい描写もないし、淡々とこうマゾヒストの心理を書いてて、短いっていうのがポイントです。確かに短いのポイントっすよね。基本はツイッターでやっぱ本のレビュープラス、その本から人生に学んだこと、生かしたこと、やってみたこととかを発信したり、ツイッターをフォローしてもらえると嬉しいです。あとブログ書いてるんで、はい、ブログも見てもらえる、ツイッターから経営してもらえると嬉しいです。わかりました。ツイッターアカウントとブログ URL こちらに概要欄に貼ってありますので、ぜひそちらもチェックしてみてください。本日はご視聴ありがとうございました。ありがとうございます。